マスルカ、その曲ずっと聴いているわね。気に入っているのかしら。わからない、わからないけど、この曲は他の曲とは違う気がする。どうしてこんなに。あなたが答えにたどり着くのはまだ先のようね。けれど、奏では道を示してくれたわ。あの子自身の思いで。次は、あなたが答えを見つける番じゃないかしら。私が。おーい！真冬、ここにいたんだ。奏で。ルカ、真冬を見ていてくれて、ありがとう。いいのよ、ミク。奏でもありがとう。いい曲を作ってくれて。うん、私は。真冬に響いたのなら、よかった。うん。なんか、あんまり響いてない感じだけど。まだ、時間がかかるのかも。時間？うん。まだ真冬は、自分を探している途中だから。おーい、リハビリ中ってことかな。でも、少なくとも、奏が作ってくれた曲で、道しるべは作られたはずよ。そうなの。じゃあ、一緒に探そう。私は曲を作り続けるよ。真冬を救うために。ありがとう。ふふ。いいわね。その強い思い。ねえ。私からお願いがあるんだけど。いいかしら。お願いって？あなたたちも歌を聴かせてくれない？ん？歌は、強い思いを呼ぶもの。もしかしたら、真冬の迷いも、少しは晴れるかもしれないわ。迷い。うん、そうだね。歌いたい。真冬はどうかな？歌いたい。うん、じゃあ歌おうよ。エナもいい？ま、断る理由もないしね。ありがとう。じゃあ、行くよ。悔やむと書いて未来。
いい曲だったわ。あなたたちの強い思いが伝わってきた。真冬は相変わらずみたいだけどね。僕はちゃんと前進してると思うよ。だって前とは違ってわからないことで悩んでるみたいだし。そう？まあそうなのかもね。大丈夫、真冬。また曲は作るから。あの時真冬が笑ってくれたことでどんな曲を作ればいいのか分かったような気がしたんだ。だからまた何度でも作るよ。奏で。じゃあそろそろ帰ろっか。そうだね。みんなも来てくれてありがとね。また見に来てくれると嬉しいな。ミクたちも、じゃあね。真冬、行こう。一緒に。ありがとう。